はあ、暑いや。すっごい日差しだね。なあ、クランクさ、せっかくの休暇なんだから、銀河のピンチでも無視しちゃおう。ヒーローはいません。銀河の危機には、たとえ休暇中であっても駆けつける。うん。うわっ、なんだよ、今の。うん。お、へへ。なあ、おいおい、なんなんだよ。茶賃なの、宿題なの、銀河で一番のヒーロー、あたち研究したいな。ヒーローでしょ。ああ、オイラこそが銀河のヒーロー、ラチェットさ。もしできたらね、たくさんチャチンといたいの。ヒーローっぽい、かっこいいな。まあいいけど、でもこの辺りじゃオイラの敵はいないからさ、あのロボット相手にしてみよっか。それでどう。あたちいいとこ知ってるよ。ロボットと戦いたいする場所、行ってもらえないかな。あ、こんなちっちゃなファンの願いを裏切ったらヒーロー失格だな。よし、わかった。スケジュールは開けたよ。さ、クランク、オイラたちの力を見せてやろうぜ。一人でやってりゃいいっすのに。LボタンとRボタンを一緒に押して、すぐにバツボタンを押せばロングジャンプになるの。知ってる？セレクトボタンを押せばね、見回しモードになるの。ゲートの的を狙って撃てば開くんじゃないかな。セレクトボタンを押せばね、見回しモードになるの。
ゲートの的を狙って撃てば開くんじゃないかな。クイックチェンジで武器ガラメカを簡単に切り替えられるよ。特段グラブ使ってみたらどっかな。すごい偶然だね。何してるんだい。私はあるヒーローを尾行してるタカス。うまい儲け話がありそうっすからね。おーや、僕と一緒かい。ああ違うんだ、尾行じゃな。ああ他にもっとやることないっすか。たまには親と過ごしたり。おや、その帽子ダッサいな。ブなんだい今さら。まさか親の形見でもないだろうに。マジかい。でも女物じゃん。違うんだよ、ママにもパパにも僕は会ったことがないんだよ。
赤ん坊の頃にもらわれてったのさ、ジャングルの猿に。そうかい。あ、悪かったね。本当の親を探しに行くべきっすよ。発見した、捕獲する。遊びの予定は全部キャンセルかな。追いかけよう。に張り付いて歩けます。この壁を登ってみましょう。できます。敵を攻撃するときにとても便利です。オブレンチを敵に投げつけてみましょう。 L ボタンと R ボタンを押してしゃがみ、四角ボタンで投げることができます。
壁を掘らぬ。針を向かう。だあ！ねえ、助けて！うっ！なんであの子をさらうんだ？ちっちゃな女の子だろう。狙いは彼女じゃなかったっすかも。多分狙われたのはこれっす。これ確か、なんちゃら。私の百科データベースによれば、伝説に効くテクノマイトアイテムっす。いや、そうか。でもさ、これ何？だから、テクノマイト文明の。クランク、違う。テクノマイトっておとぎ話だろ。銀河のどこかに住む妖精さんたちがメカを中から動かしてるとかなんとか。あの子と関係ないよ。おとぎ話じゃないっす。これが証拠っすよ。これのために戦闘ロボがやってきて、あの子がさらわれたっす。大丈夫だったの？なんてことなかったや。ああ、それひょっとしてあれ？ねえ、貸して貸して貸して、こんなとこで出会うなんて。ずっと信じてたんだよ、テクノマイト文明の存在。これは動かぬ証拠だ。テクノマイトなんて存在しない。それでも手がかりっすよ。女の子を追いかけるならアイテムに刻まれたナビデータを使うっす。だね。じゃあ出発しよう。なあクォーク、頼む、ついてこないでくれよな。テクノマイト人に放棄されたエリアっすね。はーい、テクノマイト。おい、まだ言ってやがるぜ。オッケー、そういうことにしとこう。どっち行く？あっちに行くよ、僕はね。なじゃ、クォーク、ついてくんなって言ったろ。おお、役に立つよ。来たことあるんだよ。この手のものはどこにあるっすか？教えよっか。ま、見返り次第だね。本当の家族を見つけたいんだろ。あはん。じゃあ、もし情報くれたら、ここに残って、ギンガーネットでいろいろ調べてていいからさ。おお、そりゃいいや。なら早速。クォーク、情報はどうしたっすか？あっこの建物よ、ちょっと訳ありでいいものが手に入るかも。ありがとうさん、行ってみよう。